まあ、サークル活動サークル活動、まあ、あのちょっと軽音部を軽音部はいボーカルやってました。ランカリーちゃん歌うでもマクロスフロンティア知ってます？知ってますよ。あじゃあランカリーランカリー正解飛行歌いますよ。ちなみに一緒に歌いましょう。いやです共通点が竹田塾チャンネル。大学受験の歩き方、今回はなんと山上先生ではなく宮田さんが出演していただくことになりました。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ね、で、せっかく出ていただいたのに山上先生と同じく真面目な話をしても多分大して周りは求めてないかなと思うので、受験に受かって大学に入るとこんな楽しいことが待ってるぞという話を、うん、主に宮田さんメインで、ね、ぜひ細かく話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで引き続き、はい、バンド活動、はい、軽音、はい、そうですね。あの主に、皆さんとバンドを組んで、うんうん、でその中であのやりたい曲とかを決めて、うんうん、でみんなで練習して、うんうん、であの、まあ、発表の場っていうのがあるので、なるほど、まあ、文化祭とかに行って、うん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 、発表するって形で。なるほど、はい、バンドメンバーはちなみに、はい、ボーカルの宮田さん、はい、そうですね。あと、まあギターの方、ベースの方、ドラムの方、うん、でキーボードの方、うんうん、でまあ5人ぐらいですかね。メンバー全員女の子？男性もいました。ああ、そうなんだ。はい。で、どんな曲やってたんですか？まあそうですね、いろいろやりましたけど、うんうん、やっぱり一番多かったのがアニソンです。アニソンがまあやっぱり美術系なだけあって、はい、そっち系が好きな人が。そうなんです。おうおうおう、今ちょっとこれ見てる方、知ってる方いるかわからないんですけど、うんうんうん、あのマクロスフロンティアっていうアニメがありまして、はい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 、ちょっとその曲も結構やってました。うんうん、あのランカリーっていう可愛いキャラが出てくるんですけど、はいはいはい、キラっていうキャラが出てくるんですね、はい、ありますね。これ の、はい、あの踊り付きでずっと歌ってました。うんうん、それを大学でやったんですか？そうです。なるほど。流星にまたがて、はい、やってました。なるほど。ギャー。ちなみにファンの、はい、ファンというかそのあの大学の学生側の反応はどんな感じでした？受けました？ファイガーファイガーみたいな。あ、いたんですね、そういう方。おたげされる方がいて、非常に私楽しかったです。なるほど。もうあのなんていうか、あの皆さんと一体化になれたかなと思ってます。はい、追っかけいたんですか？ちなみに追っかけのはいません。追っかけはいません。はい、曲は乗ってくれる人が結構いたみたいな。そうですね、あの、はい、サイリウムを皆さん独自に持ってきてくれる方とかいましたので、はい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 、あの皆さんこうやって振ってくれるんですよ、パーパーって。でバンド活動自体も大学終わったらもう今はしてないんですか？今はしてないですね。でもやりたいです。なるほど。皆さんあの大学受かったらぜひバンド組みましょう。なるほどなるほど、はいはい、自分はねバンドじゃなくてあのブラスバンドの方だったんで、あの、ね、あ何やってたんですか？サックスやってました。おお。テナー、アルト、バリトン、全部あのソプラノやったことないんですけど大体やったことありますね。意外です、はい、多分もうあの今だとあるとはちょっときついかなと思ってテナーとバリトンしか多分吹けないと思いますけど、聞かせてください中森さんって。いやー多分今だとねもう多分ねこういう見たい人は大体チューバーだろうとかね、あのコンバスだろうみたいな方が多分来てるとは思う、もしくはあのシンバルだろうって多分来てると思うんですけど、まあ、割とねサックスもね一番大きいやつは大きいんですよ。はいですね。はい、そんな宮田さんのバンド活動でした。はい、じゃあ続いてはそのね、哲学っていうところをちょっと話してきていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ではですね参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、で、さらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com、 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、そこですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。